はい、こんにちは。のぶや本店ののぶです。今日のテーマは、髪のアウトラインを意識してみよう。こういったね、お届けしたいと思います。いきなりですが、質問します。あなたは自分の髪、セットするとき、どこに気をつけてるでしょうか？今日、のぶさんがお伝えするのは、このアウトライン意識してみようぜというお話なのね。というのも、多くの人は、アウトライン、ちょっと間違った考え方持ってんじゃないかなと常々思っておりました。あなたがやろうとしてることと実際やってること、逆のことやっちゃってんじゃねえの、こんな風に思っておりました。そこで今日はあなたがもしかしたら見落としてるかもしれない大事なことをお伝えしちゃいます。ご用意していただくのは鏡です。この鏡はね、テーブルに置くようなタイプでも手で持つようなタイプでも構いません。まずは鏡の準備をお願いします。今日これからお伝えすること、実践してもらえるだけであなたは髪型を変えずにぐんぐん可愛くなれちゃいます。ということで、必ず最後までじっくりとご覧ください。では行ってみよう。では早速参りましょう。鏡の準備はよろしいでしょうか。まず最初にのぶさんがアウトラインと呼んでるのは、この髪型の外側のお話ということね、この顔周り前髪がどうとかではなくて、外側ちょっと注目してみようぜというお話です。では鏡を見てみましょう。今のあなたの髪型、外側のいわゆるアウトライン、どうなってるでしょうか。まさかつるりんと一筆書きのようになってないでしょうね。これ一筆書きの人ちょっと書いてみようね。例えばだね、誰もが知ってるあの漫画のキャラクターいるよね。どんなんだったっけな、こんな風になったっけな、こんな風になったっけな、ね、あの何子ちゃん、あの例の誰もが知ってる何子ちゃんね、彼女黒髪で外側つるりーんと一糸乱れぬ感じで、アウトラインが構成されております。では、これっち何子ちゃんね、何子ちゃん言っていいのかな、わかんないね。 YouTube の決まりとかなんかいろいろめんどくさいんだよね。多分大丈夫だと思うけど、まあ何子ちゃんにしておきましょう。ではあの猫型ロボットの登場する漫画の少年何田くん、何田くんもそうだよね。まあメガネかけてるね、彼はね。こんな感じです。外側のラインがつるーんとしております。つまりアウトラインは一筆書きです。じゃああなたの髪型どうでしょうか。鏡をチェックしてみてください。もちろん今がお風呂上がりという人もいれば、帽子をかぶってましたという人もいれば、いろんな人いるんだろうけど、普段自分の髪型アウトラインはどうなってるでしょうか。まさか何子ちゃんとか、何田くんみたいに一筆書きのようにつるりんとなってないでしょうねと、こういうお話なのね。じゃあのぶさんの頭見てみましょう。どうでしょう。今日はねちょっとね、この動画の内容のためにいつもよりもちょっと張り切ってスタイリングしてみました。なので余計そうなってるんだけど、外側が一筆書きのようになっておりません。ね、どこを見てもつるりんとした部分がほぼなしという感じだよね。これ、わざわざそうしてます。この表面に髪の毛を出すように、ね、浮いてるような状態にしております。これが大人女子のあなたには実はめちゃくちゃ大事なんです。それを説明します。まずね、これね、一番分かってもらえるのは逆のことをしてみるのね。のぶさんが何子ちゃんや何田くんのようにつるりんと一筆書きになるとどうなるのかということをやってみます。これね、だいぶ前からのぶさんの動画見てくれてる人は何遍も見てると思うんだけど、ブラシでわざわざちょっとやってみちゃおうかな。こうして外側のアウトラインを潰してみます。来ました、来ました、これね、ほら、ほら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 ね、一筆書きみたいになったでしょ。はいはいこれね、過去にもやってんだけど、やるたび自分でもすごい笑っちゃうんだよね。はい、一筆書きになりました。これ今見て笑ってる人多いと思います。でも実際あなた鏡見た時どうなってますか、やってないですかっていう話なのよ。これをね、つい無意識にやってないですかっていう話。じゃあ戻してみましょう、ね、これをこうしてキュッキュッキュッとやるとまた元に戻りましたよと、ね、外側のラインが一筆書きではないです。そうなると何が起こったでしょうか、ね、ここを感じることが大事なのよ。これのぶさんがやってること見てもらうとすごくわかるから。でも普段は自分では無意識に一筆書きにしちゃってるわけだよ。これ解説しましょう。
まずつるりんとさせた時、一番わかりやすいのは顔がめちゃくちゃでかくなりました。はいはいね、どうでしょうこれ。はいはい、これ何かに似てんな。なんだろうな、なんだろうな、何かに似てるよ。こういう人いたよな、芸能人でな、すごい昔の人、なんか歌歌ってる人だったような気がするな。まあいいや。で、じゃあこうすると髪の毛は、髪の毛じゃねえや、顔はちっちゃく見えるんだよね。顔の形全く変わってないよね。別に CG とか使ってないからね。これとこれ全然顔の大きさが違うよね。はいはい、ね、いいいいよこれで。こうして、見ると顔の大きさが急にちっちゃくなったように感じると思います。これあなたの鏡でチェックした自分の姿を見てみましょう。自分に当てはめて考えてみましょうね。ついついやってないでしょうか。一生懸命ドライヤーとブラシで上から下にグイ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 撫でつけてスタイリングをする。そして断るごとに鏡を見れば、手はついついこういう風に髪を触っている。こういう人ごく普通にいるんじゃないでしょうかね。ザ一筆書きみたいなね。これもしやってるとしたら気をつけなきゃいけないんです。それと顔が大きく見える小さく見えるだけではなくって、髪の毛はどっちの方がたくさんあるように見えるでしょうか。で、これとこれどっちがたくさんあるように見えるでしょうかね。こうすると、まあ、ノブさんね、決して、年齢の割には髪は薄い方ではないんですが、こうするとすごく髪の毛寂しくなっちゃった人みたいに見えるよね。はい、そうです。さらに質問しましょう。どっちの方が髪が柔らかそうな雰囲気に見えるでしょうか。ね、これこうするとだね、やっぱ髪の毛ってすごく硬く重く見えるのよ。でもこうするとなぜか髪の毛は柔らかく見えます。アウトラインが一筆書きじゃないというだけで髪は柔らかい雰囲気、優しい感じ、動きがあって見えます。この特徴、今日しっかりとのぶさんのこの体を張った恥ずかしい顔を見せた、このノブさんのやる気に免じて、ぜひともあなたは考え直してみてほしいんです。私これやっちゃってるわという人、ちょっとだけこうするだけであなたは髪型を変えずに、ね、つまり美容院に行かずに明日から可愛くなれるんです。周りをちょっと出すだけです、ね、髪の毛のシルエットを大きくするんです。わかりますか。これだけであなたの顔は小さく見える、髪の毛がたくさんあるように見える、柔らかそうに動きがあるような、おしゃれな雰囲気になっちゃうよと、まあ、こういうことをのぶさんは今日は言いたかったんです。ではどうやればいいのか、まあ、これね、簡単なのよ。今まで上から下にこう触ってた手の癖を下から上に触るようにするだけです。誰でもできます。まあ、細かな注意点でいくとだね、あなたの頭の形によって出す場所が実際は違います。ノブさんはここをこうしてみると分かると思うんだけど、全然角が出っ張っていません。むしろトップがめちゃくちゃとんがっております。なのでノブさんの場合、あんまりここばっかりを張り切って膨らませて、ここを膨らませないとなんだかおかしな感じになります。これもいいね。どうこれ。ウケる。はい。ね。なので、ノムさんの場合は、ここはほどほどに、この角が出っ張ってないところを膨らました方がバランスが良くなります。なので、ノムさんのように、あまり角が張ってなくてトップがとんがっちゃってます。こういう人は大体こう、顔が細くて、こっちに出っ張ってる人が多いです。それとは逆に、ものすごくトップが平らで角が張っちゃってる人、こういう人はここを決して出さずに、この角よりも上のエリアだけを出すようにしましょう。そうするだけでこの角がへこんで見えてバランスが良くなります。まあ少し補足すると、プラスアルファここも出しましょう。ここね。そうすることでひし形のシルエットになるので、頭の角が出っ張っていることが見えにくくなりつつの小顔効果&髪の毛が多そうに見える、柔らかく見える、動きがあっておしゃれに見えるということになります。のぶさんはちょっとね、ここをあんまりへこましちゃうとちょっとおかしなことになるので。で、場所は分かったね。そしたら普段
何気なくこうしてた自分のね手の癖を下から上に、まあ、まずはざっくりとちょっと持ち上げてみた上で前から見た時にね、この飛び出している感じというのかな、飛び出している感じを指でつまむがいいだけです。この時髪の毛がサラサラすぎる人はあらかじめスプレータイプのワックスを全体につけておくといいです。そうじゃなければそうだな、ベタつくのが嫌だとかいう人はハードスプレーでも OK。 何しろ髪の毛同士がくっつくもの、ワックスの場合は油なのでくっつくけど動きが出ます。ノブさんの場合は今日はスプレータイプのワックスを使っております。シューッと出るワックスね、クリームタイプでも OK なんだけど、クリームタイプはちょっとつけすぎが懸念されるのでスプレータイプのワックスというのがおすすめです。髪の毛がベタベタしちゃう、またはぺったりするのが嫌だという人はハードタイプのスプレーでくっつけるんだけど張りが出るようにする。そうすることでこの、まあ、言い方悪いけどゴワゴワさせてこれが簡単に作れるようになります。髪の毛洗って乾かしたばっかりのサラサラすぎてまとまらないという時が一番これなりにくいからね。それとロングヘアの人も必ずこれ実はできるのよ、表面をこう引っ張り出すということね。でもその時も結局ロングヘアの人の方が髪の重さがあるので、サラサラすぎてまとまらない時、つまり洗って乾かしたばっかりの時というのはいくらやってもまた時間が経つと髪の重さでね引っ張られちゃうので、スタイリング剤は必須になります。ノブさんの場合はこのトップがかなり短いので簡単にこうなるんだけどね。だからショートの人ほど意外と簡単かもしれないね。ロングヘアの人はスタイリング剤の力は借りる必要がどうしても出てくるかなと、ショートヘアの人よりはその確率が高いかなと思います。でも簡単です。こうして引っ張り出すだけでいい感じになります。これ多分ね多くの人感じたことあると思うんでね、美容室に行って美容師さんは本当に簡単そうにやる、でもなんだかすごくいい感じになる、でも私が同じようにやってもならない、これはですね美容師さんはきっとこれを作ってるんです。でも私自身ね、あなた自身がやるときは同じように乾かしました、でも最後にぶっ潰して台無しにしてるというね、このぶっ潰すということが無意識の癖になっちゃってる人もね、そういう人がなぜ美容師さんはあんな風にできて私はできないんだろうか、私は不器用なんだから無理なんだわ、こう思ってたんじゃないかなと思います。ですのでぜひともこう膨らませましょう。そしてもう一つのコツとしてはですね、前から見た時もちろん大事なんですが、それ以外のところもね、動きがあった方が絶対的にいい感じに見えます。なのでとにかく髪の毛を押さえつけるのではなくって浮かせる、浮かせる、このことによってほとんどの人は小顔効果、髪の毛が軽く柔らかく動きがあっておしゃれに見える、これが簡単にゲットできます。それとノブさんのように前髪が長いタイプの人、これねこうやってふんわりさせてるのにここだけぺったりしてるとだね、なんつうのかな、まあ、ホストの子だったりビジュアル系のロックバンドの子とかがやってるような、もうこの質感のコントラストが激しすぎてものすごくわざとらしくなりやすいという傾向があるのよ。もちろんそういうのは好みの人は別にいいんだよ、いいんだけど、ここがぺったりのそれ以外が急激に動きがあるみたいのってちょっとわざとらしくなるでしょ。なので横から見た時のこの部分のこれ、これもすごい大事だから、この横から見た時ののっぺりしやすい部分をちょっと髪の毛をずらす、ね、ここも決して一筆書きにしない、これすごく重要ですてなとこですかね。とにかく今、自分が鏡を見た時にやば、ノブさんの言ってる通り私一筆書きだったわ、無意識に一筆書きになるように自分の手がそういう癖がついてたわという人はですね、ぜひノブさんのこの顔をですねスマホの待ち受けにしてみたらどうでしょうか。今スクリーンショットをねカシャッとあの画面が撮れるやつやってみてください。はい、3、2、1、はい。オッケー。ね、それをするとついついやってしまうあの一筆書きの手癖、ね、これが治ると思います。鏡を見た時にあ、いかんいかん、こうじゃなかった、こうだったわと思い出してくれるんじゃないかなと思います。ということで今日はノブさんがお伝えしたかったのはこのアウトラインに注目せよ
ということでした。参考になったら幸いです。ってな感じで現場からは以上です。では今日も最後までお付き合いありがとうございました。なんだか台風が2つも3つも来てるとか、のぶさんね、全くテレビを見ない生活もう十何年もしていますので全然そういうこと知らないのね。だからここに来てくれるゲストに聞いて世の中のいろんなことを知るというね、そういった生活をしております。ただね、まあ車で通勤してるし、仕事は室内だしで、ね、台風が少々来ようがそれほど影響はないんだけど、近年ね、随分その台風による甚大な被害というのが実際日本中で起こっております。千葉県でもですね、去年一昨年かな、ものすごいやっぱ台風でね、あの屋根が吹き飛ばされてという被害を受けた方たくさんおられます。ですので注意するに越したことはないと思うのね。ちなみにこの部屋本店もだね、道路に対して階段3段分ぐらいちょっと低くなってるのね。半地下と呼ぶにはまあ地下ではないんだけど、ちょっとだけ道路に下がってて、ちょっとねこのお店オープンするときにお水大丈夫なのかなって実際ちょっと心配になったんだけど、オープンしてから9年ほど全く影響なかったんです。でも今年に入って初めてね、お店の中にお水が入ってくるということを経験しました。水というのはね、音もなく忍び寄ってくるので、気がついた時には結構あっっていう感じなのね。で特にこう最近の雨というのは本当に局地的に短時間に大量の雨を降らすよね。なので本当にね、くれぐれも注意してください。注意のしすぎというのはないと思います。もちろんのぶさんも気をつけます。てな感じで、なるほど納得と感じていただけたら、ぜひチャンネル登録&高評価ボタンをよろしくお願いします。あ、そうそう、次回のライブ配信ね、9月15日木曜日だと思ってたけど本当は水曜日だったんだっけな。きっとここに正確なものが出ますので、きっちりとのぶさんの言うことでなくてここを信用してください。もちろんこのチャンネルの編集&音楽担当の赤ズーも福岡県田川市から駆けつけて、2人であなたと一緒に楽しい時間を過ごしたいと思います。ではまた明日会いましょう。バイバイ。じゃんけんぽい。グーでした。ありがとう。